あ、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 おじゃめいなす。こんちきち、やろうや。今日も今日とて、やろうや。アイドルマスター、シャイニーカーズ、チョコちゃん、チョコちゃん、チョコちゃんの声が聞こえたちゃん、ハズキチ、ハズキチ来てくれ。うわ、大吉だ。やった。今日っていうのは暦上でしょうか、それともこのシャニマス上でしょうか。朝5時なのか。あー、朝5時までだ。大吉、くそ、俺の大吉は朝5時までなのかい。パスってるから、パスからから、指肝で食べるとき、ニニーン。プロデューサーさんの件、こんばんは。何の絵描くの？ん、あのね、描いてる途中の絵があるのよ。アナログです。アナログで描いてる絵の色を塗るの手伝ってほしいなって、みんなに。一人じゃ色塗れねえから俺。よろしく。でもその前に、その前に翼を広げよう。見ようじゃない。昨日どこまで行ったっけ？例の色紙か。覚えてねえな。オス。オスオス。あ、ラジオね。ラジオ。ちゆきとなんだっけ？ジャミング。今日はラジ。ジャミングジャムみたいな。ラジオ。ジャンプジャミングジャムみたいな。めぐるが、ひななをかばって撃たれたところ。そこだっけ？なんだっけ？ジャム、ジャムジャミング、ジャンプジャムジャミングみたいな。リスレッドルームに立て。あ、パジャマジャムジャミングだ。そう、パジャマジャムジャミングを聞いて、ちゆきかわいいねって言って、チュチュチュって言って終わったんだよね、昨日ね。多分。眠すぎて、まあ、言うて今日も今眠いんだけど、今日も眠いんですけどね。もう最近すごく健全な生活リディムで過ごさせていただいていますので、私わかんねえや。まあでもあと3話ぐらいでしょ。30分ぐらい見ようでしょ多分。あ、お腹鳴っちゃったやつね。豚まん食いに行こうねっていう話ね。いいな、敬語のひななも、敬語の豚まんいいですよね。ちょっと待って、豚まんいいですよねのひななも一回聞いていい？でも豚まんいいですよね。かわいい。なんかこの小声で喋ってる感じもまたいいな。 ASMR やってくんねえかな。ひなな、寝る前のひな、眠れるまでお話ししていか言ってくんねえかな。ひなな、確かに頼む。はい、ぜひ豚まんいいですよねってずっとあれ流しながら寝ようかな俺。そうしたら俺すごくいい夢を見れそう。ひななと豚まんを食う夢を。かわいい。もうこの辺り半分ぐらい寝てたと思う。あんま覚えてない。この辺り半分ぐらい寝てたぞ昨日、眠すぎて。もうこのまま行った気がする。でもじゃあ今ゲストとして乱入しろよみたいな話した気がする。何だか見るか。これからも応援してくださいね。おい、ノクチルとイルミネーションスターズも切れた。切れてね。別に俺どんだけ心狭いんだよ。さあ
いい感じに今年を締められたかな。もう10日も経っちゃった。年が明けてから早っ。ゲストは放課後クライマックスガールズ西条樹里さん。はい、どうも。そして桑山千雪にお付き合いいただきました。桑山千雪にお付き合いしちゃった。桑山千雪とお付き合いしちゃった俺。ごめんみんな。世界をジャミングしちゃいましょう。はい、ジャミング、パジャマジャムジャミング、JJJ ね、PJJ、全然覚えてない。今もちなみにクソ眠い。まだ体感10日と6分なのに早いな。放課後クライマックスガールズ西条樹里だ。出たジュリちゃん、ジュリちゃんのツイスター。成人式出るの？出るよ。ってことで窓かからのパス受け取った。最近めぐるとひななを中心に。でけえ旗を取ったりしてるから、市長が話してる時にでけえ旗振り回すのもありかなと思ってんだけど、どう思うみんな。みんなも壇上に登ってそういうのもありなんじゃないかなって布団から出るのが考えてるけど、最近寒くて布団から出るの辛い。いいと思う。いいよね。こんな時期だからこそ体を動かさないとな。みんなはできてるか。誰かと一緒にランニングするのがおすすめだな。いつも私の場合は成人式を最後の悪さにしないとな。やっぱりね、成人大人になる前の人悶着のためにあるみたいなところあるからね、成人式って。この間も俺もホークラメンバーと一緒にだったらジョギングできると思う。夏葉の飼い犬のカトレアと一緒にランニング、豆丸とカトレアと一緒にランニングだったら俺もできると思う。俺結構動物好きなの知ってる。みんなゆっくり過ごすのもいいけど、犬とか体鈍らないようにしたいよな。ってことで鈍鈍だよ俺。さんにパスって言っても鈍鈍。今寮で一緒にこれ打ってるんだけど、噂のシャニマス。千雪さんって寮住まいだったっけ。一人暮らしじゃないの。じゃあ明日も楽しみにしててくれよな。翼を広げよう。引っ越した。ピロッ。ファボ寮だったと思う。寮だったんだ。なんか寮の時に翼じゃねえや、千雪さんが出てるイメージあんまなかったな。ステージベッドどういう意味。 BHD HDD しか知らない俺。じゃあ見るね。あとな、何話まであんの。あと3つじゃん。すぐだわ。すぐ終わっちゃう。みんなごめんな。ここが今回の会場の廊下です。かわいい。めぐるちゃんもずっとそれしか言ってないね俺。かわいい、めぐるちゃんかわいいしか言ってない気がする俺。まあ正しい事実だから仕方ないな。本番ということもあってすっごくバタバタしています。そこどいてどいて。おいアイドルに、俺たちの、俺のひななとめぐるになんて口を、ん、なんて言葉遣いなんだ。すいません荷物通ります。ちゃんと敬語使って。えらい。おい最初のスタッフぶん殴ってやろうぜ。ここは邪魔になっちゃうね。なっちゃうんだ。控え室の炎上する。アイドルさんスタッフの邪魔になる位置で動画撮影をする秘宝わらわらみたいな。炎上しちゃう。南 J にすれ立てられちゃう。動画上げられてよくないね。あ、朝日ちゃん、あ、できた。そういえばそうだ、あ、ストレイライトがなんかめちゃめちゃ練習しないと間に合わなかったみたいな。朝日、朝日ちゃんできた？お疲れ様です。あ、朝日ちゃんにも敬語なんだ。お疲れ様っす。なんで二人はここにいるっすか。翼プロのチャンネルでお仕事の様子を撮りに来てます。ノクチルを犠牲にしたストレイだ。へえ。朝日にも敬語なんだ、ひななって。じゃ本当にノクチル以外には全員、ノクチルとプロデューサー以外には全員敬語なんだね。めちゃめちゃ距離取ってんじゃん。案外内弁慶なの、ひななちゃんも。ビハインドカメラですね。ビハインドカメラ。超絶エイペックス余裕すぎたさんが100ポイント報告ありがとう。1位通過した、イージーウィン。なんだっけ、1位通過した人。ゼロさん。関わるのがめんどくさいからだろ。まあ、そういうのもあるだろうな。俺もそうだし。人と関わるのがめんどくさいから。撮ってます。みんなのお仕事の舞台裏を撮ってるんだ。だから、ちょっとコメントもらえると嬉しい。おい、みんなもほら、めぐるがこう言ってんだからみんなもコメントしてくれよ。俺の配信に。ちょっとコメントもらえると嬉しいってよ。俺は別にコメントなくてもいいけど、やっぱめぐるちゃんがコメントもらえると嬉しいって言ってんだからみんなもやっぱりそこは。ねえ。も
ちょっとでいいのか。ちょっとでいい。めぐる、スチ。そのチュに俺が割り込んでチュ。めぐるが喜ぶならするよ。君と俺のチュ。楽しみっすよ。ワクワクしてるっす。ワクワク。緊張はしない？かわいい。あんまりしないっすね。肝だとチューするの。肝だとチューするよ俺。めぐるとそいつがチューするぐらいだったら、俺とそいつがチューした方がいいだろ。頼もしいな。めぐるのキスは、めぐるとは俺しかチューしちゃいけないからね。俺はキモくない。アイス、行ってくるっす。はいはい、俺が入ってチューチュー、君とチューチュー。残念。俺が鉄壁の守りがいるからね、俺。めぐるちゃんの唇を守る伝説のウォリアーとして。じゃあ私たちも行こっか。鉄より硬い壁と言われた男。カメラは止めておかないとだね。あ、生放送の見学なんだ。はーい。ひななが終始なんかテンションが絶妙だな。その間に俺がチューしとくよ。いや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 。俺分身するからね。全員とチューするよ俺は。めぐるとチューさせ、あ、なんだ、どうした、急に。年始か2曲続けてどうぞ。来たー、ストレイの2曲続けてライブ。あんだけ頑張ってたからな、わかんないけど頑張ってたのかどうかは。朝日ちゃんしか出てきてねえから。やめろ、この衣装は俺に聞く。俺持ってるけどね。え、持ってない人っていたんだ。逆にすごいね、かわいい。ちっちゃい声で喋ってるのかわいい。めぐるちゃんが喜んでいる。あれ？イルミネーションスターズも出たことあるんじゃないですか？あ、そうなんだ。こういう音楽番組。君も言うて天井じゃなかった。天井って何？うん、あるよ。かわいい。待って、今の声ちょっと待って、めっちゃよくね？うん、あるよ。うーわー、かわ。めっちゃいい。何この子。優しい。めぐるの声が優しい。なんていいコミなんだこれ。目覚ましにしよう。したい。いいこと言うじゃん。俺の配信も今ここにしかねえからな。もう完全にめぐるにお熱やん。なんかね、ずっとコミ見るたび俺めぐるちゃんのこと好き好きって言ってるんだよね。俺も一緒に立つよ。私たちに来るといいな。わあ、いいね。もっとチャンスなんだ。めぐるとひなのどっちが大事なのよ。めぐるのこのコソコソ声超いい。のひなの目から鱗かい。人たちが出られなくて悔しいですか？なんだ。悔しいけど嬉しい。いいことな。イルミネも次は絶対出たい。でもストレイライトが出てるのは嬉しい。なあ、めぐるちゃん、なんでこんなにいい子なんだ。めぐる、ひななは、ひななは天使か。クソ天使。ひななは、ひななどうなの。ノクチルのこと以外どう思ってるんだろう。ひななって結構敬語とかで距離取ってるから、そんな興味ないのかなっていう風に感じちゃうけどね。他のアイドルが、あら、ユキ。ノクチル以外は虫みたいに思ってる。ユキさん。ああ。お疲れ様。もう終わったの？うん。だけどこの後、おい。少し打ち上げがあるみたい。コロナ禍だぞ、ユキ。直帰しろ、オレンジに。あは、お疲れ様です。お疲れ様です。ユキさんの視界すごかったよ。マジで、この熊の姿いいわ。視界がすごいってどういうこと？ラジオの時も思ったけど、うん、ちゆきさんの話し声ってすっごく聞きやすいよね。わかる。一生聞いてたよな。この世界線にコロナねえよ。そう。本当？はい。司会のプロの人みたいでしたよ。へえ。MC 上手なんだちゆき。ありがとう。とっても楽しかった。みんなマスクしてないだろ。冬子以外。冬子以外みんなあれなんでしょ。コロナは風邪派なんじゃない？けど、うん、逆に冬子きつそう。そんだけたくさんコロナは風邪派の中にいる。やっぱり生活しなきゃいけないの。私たちもって。ああ、まあ MC だけだもんね。ちょっとだけ
みんなやっぱり自分たちも出たいと思ってるんだな。向上心がすげえ。集団ヤンツ83キロ。翼プロの向上心がすげえ。二人とも気をつけて帰って。なんかひななが思うところありそうだね。今日のリレー投稿も頑張ります。かわいい、頑張ってください。そっか、今日ちゆきさんの番だ。楽しみ。楽しみにしてるね。俺も一緒に巡る見ような、うちで。ベッドの縁に寄りかかって二人で見ような。あえてベッドには座らず、床に座ってベッドの縁に寄りかかりながら見ような。それがいい。なんかちゆきはいないの？ちゆきもいるよ。ちなみにちゆきは横でツイートしてる。それを俺とでひななもいます。幸せ。あ、どうもニコニコ生放送で配信しているタコライス川口です。よろしくお願いします。この企画が決まってから何を書くかすごく考えてしまいました。考えそう。治癒話したいな、伝えたいなって、そう思えることが毎日起こるから。いいな、俺最近もう話すことがパチンコに行ったことしかないから全然何も起きねえんで、そろそろみんなに愛想つかされてんだ俺。治癒ちょっとくれなんて、ちょっと自慢だ。うわー、いいな、自慢された、ちゆきに。俺が最近同じ話しかしねえから、パチンコで当たったのの当たってないだのしか話さないから自慢された、ちゆきに。くそ、悔しい。私の部屋の隅で見つけた日々。なんだその、それか、そんなんでいいの？そんなんでいいんだったら俺もいろいろあるよ。なんか加湿器つけてたら天井がびちゃびちゃになってた。初めてこのお部屋に来た頃は、どうにかして塞げないかなって思ったんですが、はい、すぐに忙しくなっちゃって、いつの間にかそのままになって。おい、それちゃんと大丈夫か？敷金礼金とかで引っ越しの時に引かれないか？最初からそれあるっていうことを説明されて ない状態で地域のせいにされたらおしまいだぞ。引かれるぞ。この日々を向こう側から覗いたら、これ私のユニコーンの大当たり。あの頃の日々が見えるかもしれません。何そのポエム。あ、これ見た、ツイッターでこのツイート。めちゃめちゃポエミーだなって思った、ちゆき。教えてあげたいな、どんな顔をしているかわからないけど、こっち側にいる未来の私はとっても幸せだって。めちゃめちゃポエミー、ちゆき。かわいい。翼プロではこの冬休みの間、翼を広げようと題して。だって壁のひび見てここまで連想できるのすごくない？公式チャンネルへの動画投稿やツイスタの、その向こう側には昔の自分がいてみたいな思わないでしょ？ぜひ。俺もびちゃびちゃになった、結露でびちゃびちゃになった天井を見ながら、あの天井の奥には昔の俺がいて、その水滴の向こうから僕を覗いている。そういうツイートしたらいいかな。来た、ひなな。川口だったら壁の日々は人の顔に見えてくるだけだもんな。なんたら現象みたいなあるよね。なんて言ってあげるの？なんて言ってあげようかな。頑張ってください。君はこの後ユニコーンで、ユニコーンで25,000発出るから、シマム限定、シマム天井まで課金しても大丈夫だよって言ってあげたい。翼を広げよう。次の日にユニコーンで2万発以上出るから、しまむ天井まで課金しても大丈夫だよ。ひどすぎる。言ってあげたよ、昔の自分に。プリッ。コラボレーション。ボロ負けした日付教えて勝ち逃げさせろ。てってってて。 CM だとは話題沸騰の実力派シーズの登場です。シーズ話題沸騰の実力派だったの？湧いてるし、めっちゃそんなとこまで行ったの？もうシーズってなんか日課だけ人気が、あ、感謝祭を見ろ。ここってあれじゃない？トールちゃんちじゃない？最初はグーじゃんけん。かわいい。ひなの声低くなった気がするんだけど、気のせい？
あとで初期のひなの声聞こう。あれ？なんでひななチョキ出したんだろう。パシられてる、もしかしてひなな。多分中の人が忙しいせいだと思う。そういうこと？ほんと、なんでだかね。あれ、まどかちゃんもパシられ、パシられてる。こんな寒いのにコンビニとか行きたくなさすぎる。なんかこういう時なんだかんだ行きそうだけどな、みんな。ピャーとか言って、私も行くよ。コンビニじゃんけんしようって言い出したの、ひなな。へえ。そうだけど、それは誰かに言ってほしいってことでしょ。かわいい。わがまま小悪魔。寒いんだったらまずちゃんとカーディガン着たら。わかる。マドカが。珍しいね、ここの利害の一致。俺が買いに行くよ。いいよ、全然俺が行くから。寒寒寒。かわいい。ひなな絶対ミルクティー買う。じゃあ俺抹茶ラテ。マンかピザマン。え、私も温かいのは。可愛い。朝倉と小糸のは。雨でいいでしょ。小糸ちゃんは。あったけ雨買ってこず。おお、サイダーとかにしとく。クソ適当。聞いてねえの。すごい夏っぽいやつ。採用。なんか今日調子いいね、窓かね。いつもだったら何言ってるの。言うけど。嫌がらせるすをすることに今日特化してんな、窓か。怒ってんな、コンビニに来てることで。家、部屋でぬくぬくしてる、あの二人に対して怒りをぶつけようとしてる。温かい飴とか、それ溶けとるや。俺最近ずっと飴作る動画 YouTube で見せたからさ、なんかドロドロの飴をなんか固めていく工程をなんかずっと YouTube で見せたから。俺出来たての飴は結構温かいらしいよ。何が面白いか分かんないけど見ちゃうよな、あれな。何も面白くないけど、ずっとなんかデロデロの空気混ぜて白くなるやつか。デロデロの飴をこうなんか冷たい床みたいなところでこうやってぐちゃぐちゃに混ぜて固めて色つけてなんかやる。あれじゃあ持ってこう。まだデロデロの状態の飴を。というか、ああいう作業系の動画って謎の中毒性あるよね。鉄くずからいろいろなもの作る動画が面白いよ。最後に切るとこ気持ちいいよ。クソ無意義や。無意義だけど。でもこういう話ができるからいいじゃん。あったかい飴からここまで話が広がるんだよ、それを見せたおかげで。で、あのあったかい状態の飴を小糸にかけようっていうことまで思い浮かべられるんだよ。最高じゃない？作る動画とか、ちとせ飴の製造動画とかな。あとあれな、なんだっけ、千年なんか竜のひげみたいな、よくわかんないお菓子作る動画な。めっちゃ喋るのが流暢なおじさんが、はいこれで2本4本16本32本はいこれで1080本の完成ですみたいな言う動画な。あれ2000回ぐらい見た。アンティークいた？あれ絶対つばまみれでは。あんだけ喋りながら作ってたかな。あとは謎のクソでかいゴマ団子みたいなやつ。アンティーカシール付きのチョコなんかあんの？何アンティーカシールって。七味を調合する動画好き。そんな色々あんな、みんな気持ち悪いな、みんなそんなばっか見てんのか。現実のさ、アイドルのさ、シールがついてるチョコとかって売ってる？アニメとかはよくあるけど、ここのイカの主張激しいな。こんなのあるんだ。ねごめん、俺めちゃめちゃこれ今エッチな、エッチに見えちゃった。おい。なんか今ダメだね。え、気持ち悪い。屋台のお好み焼き屋の高速で処理するの好き。眉、ね、が持ってたやつ見えるでしょ、これ脳やられてる。なんかこういうこういうのある。なんか最近ツイッターで見たんだよ、なんかこういうさのさ、こうなんか夫婦ないわ。夫婦言いながらなんか誰なんか誰かしらのポテチとかに AKB のカードついてないアイドルがなんか七味のやつって確かかけすぎたら翌日腹死ぬでのやつだっけ。なんか目の前で見てるみたいな画像ツイッターで回ってきたの見たんで、それに思い出しちゃった今。そ
そんなものを思い出しました。罠です、これは。完全なる罠。かわいい。全10種類、1人2種類ってこと？5人で？すごいね。あれじゃない、でも集合バージョンもあるでしょ。ポテチにカードって言ったらやっぱり中身を知りたくてやる。集合バージョン、何が違うんだろう。私服と制服みたいな。ひなな、これにする。まどか先輩はどのアンティーカにする？アンティーカチョコ買うんだ、ひなな。え、買うのこれ。あるでしょ、事務所に絶対。うん、誰が出るか運試し。誰が運試しって何？誰が出たらよくて誰が出たらダメなの？運試し、ポケモン選ぶ感覚でやるな。わら、誰が欲しい？ねえ、誰が好きなの？別に誰も欲しくはないけど。誰も欲しくねえんだ。でもチョコも食べたいでしょ。トール先輩と小糸ちゃんにも買っていってあげるか。あげるか。かわいいなあ、ひななは。ほんとにこんなかわいい子いるんだね。いる？こんなかわいい子。ひなな、あは、ひななアンティーカ嫌い。誰がいん、誰が正解なんだろう。めぐるはかわいいわ。月岡小金だって知らない人みたいな。開けてるし。だってチョコ食べたかったから。かわいい。ワイはキリコがいい。俺誰がいいかな、アンティーカだと。アンティーカ本当にあんま知らないからな、俺。アンティーカだけはね、通らなかったんだよね、俺。ここで三つ目で引いて。微妙な空気になってほしい。昨夜もらってくわ。すごいね、なんかキラキラのシールだし。じゃあノクチルもそれやってくんね。買うから俺も。ノクチルチョコ。いくらくらいかかるんだろう。高いよ結構、キラキラ加工は。なりたいの？なってほしい。そういう風になってほしい。うん、なりたい。でもね、今日のこのステージは今ここにしかないから。思い出してる、めぐるのあの時のことは。そう、あのシャニマスウェハースみたいな最近出てるよね。花と日和と立ちたかったな。あれのなんかシークレットが甘井社長らしい。葉月さんと甘井社長。うん。思い出してる、あの時のセリフを。いいなって。またちょっとだけ。あ、ごめん、思っちゃう。飛ばしちゃった。ひななはどうなの、人のアイドルを見て。別にひなな、ウェハースしばらく食ってないから食いたいんだけど。ウェハース、イカリア君。ウェハース自体売ってない。神羅万象チョコ買えば。シークレット開示されててもシークレットなの好き。なんかみんな他の人が出てるのを羨ましく思ったりするんだなーって。うーん、ちょっと意外だったんだよね。あ、そうなんだ。森らってとっくに消えてないっけ。消えた。みんなこういうシールとかにもなりたいのかな。2年ぐらい前に俺、あの神羅万象チョコの最終弾を買いに行く配信したもん。けどひななが、こういうシールになったりとか、おっきい看板とかになったら俺が喜ぶよ。それ絶対すっごい可愛いよね。それは覚えてる。かわいいと思う、絶対。おお、まどかの、おお、おっさんみたいな。かもね。お、同調した。珍しい。なんかまどか優しくない？早く帰ろう。今日のまどか。かわいい。どうしたん？豚まん。冷める。真夜中に帰ったら。いきなり携帯からコンビニシーンが徘徊する枠的なのでやって。やったやった。じゃあひなな今食べる。いやそうだよね。今食べた方がいいよ。プロデューサーに対してきついだけか、普段。ノクチルのみんなに対しては別にそこまできつくはないのかな。え、でもにしても結構優しい気がするな。サイダー、夏っぽいの買ってこうって言って。エンコーなんて何もやらかしてない。ひななにきつく当たったりはしないだ。イカリア君。きつくは当たんないけど、さっきの夏っぽいの買ってこうとか言ったら、何言ってるのみたいな。言いそうだけど。待ってたよ、ひなな。リレー投稿、ようやくひななの番。かわいい。みんなは最近何してる？何してんだろう？パチンコ？ひななは冬休みに入ってるけど、
割といつも通りの生活かな。いつも通り教えてくれよ、ひななの。夏っぽいのってなんだよってなってるんだぞ。アンティークさんのチョコを買ったら全部同じシールが出ました。全部同じシール出たの。早くパチンコになってほしいね。あれ小金ばっか引いたってこと？サーチされてないそれ。全10種類って書いてあったのに。ひななはポーカーとかでさらっと4カードしてきそう。何食べたの？トール先輩とマドカ先輩とコイコちゃんとスマホカバーに挟もうかな。俺もじゃあスマホカバーにひななのこと挟もうかな。ツイートされてたような画像付きで。え、マジで？そういえば見よ、もうお知らせが出てるかもしれないけど、今度リプライパーティーをすることになったよ。リプライパーティーな。みんな嬉しい？喜んでたよ、オタクたちは。ならよかったね。俺はプロデューサーだから全然参加しないけどね。本人からサインもらえばいいのに。見てないんかい。俺はプロデューサーだから参加しないけどね。ファンの参加するものには。詳しいことはお知らせをチェックしてね。俺はプロデューサーだからね。ひななの答えられることしか答えられないけど、いっぱいコメントしてね。かわいい。じゃあこれで終わり。どうしよう、ひななでも全知全能の可能性あるぞ。翼を広げよう。同じことすっげートゲトゲしく言ってるやついたわ。どういうこと？そのプロデューサーなのにファンみてえにツイートしてバカがよみたいな、そういうこと？俺たちはプロデューサーじゃないのか。リプライパーティー、まず改めて謝りたい。すまん、いきなり初手謝罪から始まりました。俺のオタク3サイズキボンヌ、俺の初手謝罪から入りました。お前らはもう人じゃないファンになり下がったんだじゃ子供がよ。まあそうだよな、少なからず。成人式行かないオタクかな。俺もそっち派だよ。俺もコロナは風邪派だよ。この間のレッスン場のことだよ。前も言ったけど私は大丈夫だよプロデューサー。めぐるちゃんの絵が来てえな。はいはい。別に謝らなくて大丈夫ですけど。なんでひななも敬語使ってんの俺に。ひなな俺には敬語じゃなかったろ今まで。え、ショック、なんかすっごく嫌われてんじゃん。愛想つかした。愛想つかされてんな。総合的に考えた結果なんですよ。たまに敬語だったよ。そうだっけ。それならやむを得ないことだったの。なんかたまに敬語あるけど、なんとかなんかそういうこういう時に敬語使われるとめっちゃ会いたいやつより会いたくないやつの怒り役。そうそう、ちょっと残念だったけどそういうこともあるよね。めっちゃ挨拶化されてんじゃん。成人式とか言ってない、会いたいやつより会いたくないやつの方が圧倒的に多い。そうか、辛い過去があったんだな。みんなでそんな話をしたの。なあ、いい子。そうだったのか。撫でてあげよう。みんな分かってくれてありがとう。だけど本当にごめんな。あんまり仲良くない人の手前だからだぞ。みんなに我慢してもらうような方法じゃない手段を選べたらよかったんだけど、うん、でも川口も会いたくないだろ。近況とか聞かれたくないだろ。譲ってあげないかも。お、来た、ひななの逆境ぶらい。いや俺全然、小中の同級生とか大半が敵やぞ。俺全然会うよ。近況全然聞かれてもいい。いや俺は毎回言ってるよ、俺全然無職だからよっつって。みんなすげえよなっつって。全然よく会うし、昔の友達とかに。何のためでもない練習だし、まあいっかって思ってたけど、うん、なんか普段の練習も何のためでもなくないみたいだから。気づいたね。やっぱり塵も積もれば大和なでしこって言ってたからな、花澤香菜が。気づいたね。よかったね、めぐるちゃん。来た時に備えて練習しておかないとだもん。そうだよな、何がいつ来るかわかんねえからな。ね、プロデューサーね。ああ、そうだよな、まあ、次はないと。何度も謝るからには。まあ仕方ないことだけどな。いいんですよね。結局ストレイのライブは成功したの。ノクチルの練習を蹴ってまでやった。レッスン室を増設するのか何なのか解決の仕方は知りませんが、やっぱレッスン室あるよな、翼プロダクションにも。なんかなんかの込みでレッスン室は翼プロダクションにはないからみたいな、なかったっけ。え、それいい、今度社長にもお願いしてみれば。はは、そうだな。
ナイト入ってない。きっとレッスン室を独占してるビキンが悪い。みんなもっともっと活躍して、もっと広い場所が必要になるかもしれない。そうしていかなきゃだもんな。あ、ニコかわいい。おーい、あ、そろそろ時間だぞ。チャンジュリじゃん。何の時間？リプライパーティーの時間？わー、朝日だ。ヨシキンは地雷女だからしょうがないよ。ハイスー、ハイスー。あー、ちょうどそこで会ったからさ、誘ったんだけど。すげーな、いかちいなこの二人。並ぶとパーティーするんすよね。リプライパーティーな。ファンのみんなに直接返事するんだってさ。なんで生きてるんですかみたいな。家畜はないだろ。言ってたよな。いかちでしょ、こんな髪色の二人が並んだら。なんで生きてるんですかみたいな言ってたよ。ケンヤンと鉄砲玉。思ってるのとはちょっと違うかもしれないけど。完全にヤンキーとギャルの先輩後輩じゃん。いつそんなこと言ったんや。言ってたよ、確かにリプライで。誰かに対して。なんで生きてるんですか。パーティーは楽しいっすよ。かわいい朝日ちゃん。そうだな、パーティーは楽しいもんだよな。だよね、まどかとひなだも早く。はい、今行くから。ねえプロデューサー、ひななゴリ主人公じゃん。なんかまたひななが一つ成長した感じがあるな。今回ひななたちがやったことって多分あんまり大きいチャンスには繋がってない。まあ最初に言ってたな、身内のため、身内にしか見てもらえないみたいな。それでもやってよかった。いや、よかったよ、ひななながまた一つ成長してくれたもんだって。ああ、もちろんファンのためでもあるし、アイドルのためでもある。一人にでも知ってもらえたら、その一人にでも少しにでも好きになってもらえたら、やってよかったし、それはいつかの大きなチャンスに繋がる。俺もそうかな。そっか、俺の配信は嬉しそう。じゃあよかったね。あはははは、かわいい。ああ、ありがとうな。あはー、よーし、じゃあいっぱいリプライするか。かわいい。このさ、ひななって結構なんていうの、その人の幸せも喜んでくれるからいいよね。おう、そうしてくれ。みんな準備できた？すげえ、このめっちゃいいね。実況も虫太郎実況も意味があったんだ。緊張するな。めっちゃいいね、これでリアルのツイッターの連動企画なの。私はいつでも OK だよ。あー、ちょっと待ってください。どうした、ひなな。タッツタッタッ。あー、モニター見えない。でも俺知ってんだよな、このタッツタッタっていう。昨日の昼おもろかった。タップの音じゃなくてさ、タップの音鳴ってるけど、あれだよな、ツイッターウェブアップからツイートしてたよな。モニターの角度調整して。あ、でもパソコンでやってる。モニターの角度って言ってるから。大丈夫そう？プロデューサーもいい？ツイッターウェブアップからツイートしてたもんな、みんな。おう、あ、待って、ハッシュタグつけるの忘れてた。翼を広げよう。あれかな、タッチが式のスクリーンのパソコンかな。可能性はある。当たり前だけど、アイドル個人のスマホから投稿するわけない。スマホのブラウザから。スマホのブラウザ、テクニカルすぎるだろ、スマホのブラウザは。お、終わってない。かわいい。なんだこれ、なんで朝日ちゃんがビーム飛ばしてんだこれ。かわー、何マドカのこの顔は。多分事務所用のキッズスマホだぞ。マドカそんな顔できたの、お前。マドカの笑顔よ。なんだこのマドカの顔は、そんな顔できんの。かわいい。え、誘惑魔のこんな、てか髪型クソかわいくない、何これ。あ、ビジュアルレッスンの成果。翼を広げよう、翼プロリプライパーティー。おーい、うん、いい写真だな。めっちゃいい写真だわ。これひななが撮ったの。ポニテめぐれ、うん、エッチ。ポニテめぐれ、これさ、は、ちょっと、これあれでしょ、サイドテールめぐるじゃない？サイドテールめぐるにお下げ。あ、そうか。みんなはあまり見ないかまどの笑顔。やばい、やべえやつがいるわ。お下げひなな、やべえな。応援してくれる人たちもきっと楽しんでくれたんじゃないかな。
やばクソかわいい。いい匂いする絶対。検索してみるか。やばい、プロデューサー検索するな。翼を広げよう。やばい、ブチ切れながらプロデューサーなのに。あれ、ファンみたいに。ジュリの目って紫だっけ。ジュリの目紫だった。アプリの加工入ってんじゃない。うわー、いいわー、ありがとう。幸せのお届けです。お手紙届きました。いやー、よかったね。リプライ見た。リプライ見よっか。じゃあ、あ、今最高。ドゥ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 。で、このタイミングでこれを見る。炎上してたらどうしよう。ちゆきさんがクソ面白かった。なんかちゆきよかったらしいね。見ていこうか。めちゃめちゃリプライ返してんじゃん。じゃ、デレステの無料10連引いてくるわ。あ、そうか。ひなんだよ、みんな待ってた。明けましておめでとうございます。正月何食べた？ひななはカニ。かわいいカニ食べたんだ。最近何してる？あ、ほんとだ。あ、しかも、そういう感じなんだ。あの、SD キャラなんだ。2次元の、3次元の人の SD キャラって、どんな感じなんだろう。前も等身大だと思う。ねえ。ほんとあの、ビックリマンみたいな感じなんだ。あ、じゃあ、あれか。イラストなのかな。写真じゃない。俺勝手に写真かと思ってたわ。アイドルの。韓流アイドルだとよくある。へぇ。同じやつ出たらお揃いにしてもいいよ。チョコもシールもついてて、なんだかラッキーだから探してみてね。かわいい。めっちゃかわいい。みんな嬉しい？ならよかったね。これがいいよね。人の幸せを。喜んでくれんだよ、ひなのは。来た、リプライパーティー。こっからだぞ。じゃんじゃん送ってね。みんなと楽しく過ごしたら嬉しいな。キラキラ。あと、あと。みんな見える？これ。ちっちゃくない？おい。お返事欲しい人の名前入れてくれたらすごく助かります。それと朝日も参加してくれることになったから、朝日に聞きたいことがあったらツイートしてくれよな。朝日は途中参加の、最初は参加しない予定だったんだ。今日一日よろしくお願いします。今日のこととっても楽しみにしていました。どうぞお手柔らかにお願いしますね。クワエマ宛ては呼び捨て OK です。ちゆきおい、もうこのあたりからさ、ちょっとなんかわらわら、あれだな、ちゆき。なんか、勘違いさせていく。勘違いさせていくね、ちゆきね。セリザーサヒです。よろしくお願いします。出てるよな、これな。前の時も言ったけど、全員に返せるわけじゃないから、来たらラッキーの気持ちでいてね。ひなのひなのが答えられることしか答えられないから、じゃあ始まり。来た。八宮めぐるさんへ、イルミネでお揃いにしてるものってどんなものがありますか？いろいろあるよ。このペースで読んでいったら、大変じゃない？マノにもらったメノーのストラップ。何メノーって。メノーが知らないんだけど、わかんないんだけど俺。寝よう。あれ、おい、逃げてる。石の名前。へえ。おい、逃げるな。おい、生きることから。くそ、マドカに寝ようって言ってもらえてんのに逃げるなよ。なんでこんな幸せを。最高の企画ありがとうございます。だよね。かわいい。なんでそうなってしまう。攻撃的な。もしかしたらやばい。攻撃的な変身がついてて。攻撃的な変身がついてる。もともとハギヤカでこの日だけ解除したんじゃね。あ、生消えた。攻撃的な変身が消えた。攻撃的すぎた。攻撃的すぎたな。透明人間の、透明意識外からの攻撃なんだろうな、多分。攻撃的っていうのは。前言ってたラメだけのアイシャドウパレット、あの後どうやって使ってる？あれ、使い方すごい難しいよね。かわいい。ひなな、なに？かわいい。え、これでいいの？俺もそれが、そのやりとりして。
いいな、カリカリのエビフライ。ひなのちゃん、こんにちは。ひなのちゃんのツイスターから一目惚れして、この前、ゆあくまちゃんのぬいぐるみ買いました。すごく可愛くて幸せです。俺もゆあくまちゃんのぬいぐるみ欲しかったんだけどね。買い損ねたわ。川口はプロデューサーだからリプ禁止だよ。まあな。俺いつもああいうやりとりしてるしな。これからもひなのちゃんの幸せをたくさん教えてくれたら嬉しいです。ずっと応援してます。ぬいぐるみ買ったの？かわいいよね。かわいいひなの。ジュリちゃんへ。機械が苦手なのにリプ企画に挑戦してくれて嬉しかった。ジュリちゃんの意がいろいろなことに挑戦してくれて、前よりも積極的に活動してくれてる感じがすごく嬉しい。忙しいと思うけど、なんでびっくりマークが半角なんだろう。病気や怪我に気をつけて、いつも素敵なジュリちゃんでいてね。これからも応援しています。微妙におじさん構文じゃね。なんでこれびっくりマークが半角なんだろう。気になる、めっちゃ。ありがとな。ほら、ジュリちゃんですら全角だぞ。おい、本当に機械が苦手なのは、彼方中なのかもしれない。こうやってメッセージくれて応援してもらえてるんだってすげえ実感できるよ。これからも応援よろしくな。いいね、ジュリちゃん。素直で。びっくりマーク2つは、半角にするだろ、不動理。マジで？めぐるさん、いつも元気もらってます。ありがとう。こちらこそだよ。かわいい。こちらこそだよってよく言ってない？なんか。いつも元気ありがとう。少しでも返せてるなら嬉しい。なんてかわいいんだ。しゆきさんからリプもらえるかもしれないとか激アツ。もらえない。おい、この女やってんな、完全に。魔性。この女やってるわ。やってる。この女やってるな、絶対な。なんだこの音符は。リプくるってマジマジ。ひななかわいい。ちゆきさんおすすめの防寒グッズなどありますか？カイロってすごいなって思ってます。あの、私って寒いキャラみたいな感じあります？寒いかどうかってよくお尋ねいただいてるみたいで。そうなんだ。ひなな寒いキャラみたいな感じあるんだ。おい、また消すな。変身してもらってんだから隠れるな。鍵をかけるな、頼むから。何色がいいと思います？教えてもらった色買って帰ろう。何？フォロー申請しろ。何を、何の、何、何色の話、何の話？パンツかい？パンツの色か。パンツだよな、これ多分な。難しい、どっちもあります。ちゆきは、どんなパンツの色が好き？白と黒？難しい、どっちもあります。明日何色がいいと思います？教えてもらった色買って帰る。ちゆき、公式からブロックされるよ。お前そんなパンツの色を不安に聞くのかい？それを買って帰るのかい？めぐるちゃん、めぐるちゃんの影響で納豆を後だれにして食べてます。なに、めぐるちゃんって納豆を後だれにして食べるの？俺それ知らない。まだめぐるのこと俺詳しくないんだな。本当ありがとう。お揃いだね、かわいい。小山千幸さんへ、いつも応援しています。僕は正月休みの感覚がまだ抜けていなくて大変なのですが、千幸さんはどのように休みからお仕事に感覚を切り替えているか教えてほしいです。わかります。暖かいお布団の感覚から離れられなくて、お洋服を着る、家を出る、電車に乗る、職場の学校の入り口をくぐる、ここは力技で行ってみません。それがきついっていう話なんだよな、千幸な。こじ開ける。何こじ開けるって、どうした？シャープこじ開ける。何のハッシュタグなんだ、こじ開けるって。これから塾だから、ひななちゃん見て頑張る。塾偉い。なんてかわいい。八宮めぐるさん、今日のお昼ご飯迷って仕方ないので決めてください。うんうん、あったかいものがいいよね。おうどんどう？お、開業、あれなんだっけ、開分か。これはラーメン。なんだこのクソかわいい。おうどんどう？お、おうどんどうおうにすればよかったな。おうどんどうおう？逆、そしたら逆から読んでもおうどんどうおうだったのにな。うどんどう？うどんどう？うどんどうでよかった。うどんどう？すごい。うどんどうって上から読んでも下から読んでもうどんどうなんだよ。すご。めぐるそれも。ちゆきへ、
コンビニで食事を済ませることはありますか？もしあればそういう場合によく買うものを教えてほしいです。ちゆき、教えてくれ。ちゆき好きだ。ちゆき俺と一緒じゃねえか。呼びすぎだぞ。ちゆき教えてくれよ。コンビニでの、コンビニでの教えてくれない。教えてくれないんだな、ちゆきは。煙に巻いて答えない。ちゆき、オタクの扱いうまそう。キモいオタクに対しての扱いめっちゃうまそう、ちゆき。こういうの見るとで、喜んでもらうことが得意そう。ジュリさん、いつもかっこよくて可愛くて最高です。アイドルを頑張ってる姿が生きる糧になっているので、これからも頑張るジュリちゃんを応援させてください。こちらこそ応援が糧になってるよ。ありがとう。めっちゃいい子。もっと頑張るから、これからも応援してくれたら嬉しい。なんてジュリちゃんいい子なんだ。まどか、おはよう。おはよう。でもそろそろ昼ご飯です。ジュリはずっと真面目。そうなんだ。昼だったんだ。まだやってる？夕方くらいまではやるかも。おい、だから B。応援ありがとうございます。まどか。何をしてるんだ？わらわら。これさ、リプライをさ、してもらった人はもう二度とそのリプライを、もう鍵やかにするなっていう、あれしない？コイトちゃんじゃん。コイトちゃんから来てるね。やめない？見た、何の話をしてるか気になるよ。めぐるちゃん、最近仕事がきついです。めぐるちゃんからのエールが欲しいです。自分だけ見えるようにして優越感感じてんだろう。なるほどね。頑張れ。でもでも無理はいけないんだよ。お仕事本当にお疲れ様です。休みもちゃんと取ってね。応援してます。いい子。こんなん言われたらおじさんみんな頑張るでしょう。仕事がきついおじさんも。お仕事本当にお疲れ様です。だって日奈々さんへ、この間おすすめしてたコンビニのスイーツ美味しかった。またおすすめあったら教えてください。日奈々の名が違うよ。本当や。おい、わらわら、やってんな。くそ、完全に完全にやってるわ。こんなん言われたらもう、こいつこそ鍵かけるこいつな。まどかさんへ、朝日ちゃんが返信してくれないですか？大丈夫ですか？ちょっと外に出たようです。多分大丈夫です。この後この一腹を切りますって言ってた。ちゃんと覚悟あるんだな。叩かれる覚悟が。えらい、かっこいいわ。ジュリちゃん、マメマルはモフモフですか？モフモフしていますか？おう、モフモフです。かわいい、ジュリちゃん。めぐるちゃん、あ、めぐるちゃん、抹茶アイスは好きですか？好き。俺も好きだよ、めぐる。俺もめぐるのことを好きだよ。めぐるちゃん、冬でに横田で食べるアイスクリームは別格だよね。もぐもぐ。わかる。横田のそばに冷凍庫欲しいもん。お腹ヒーヒーになるからあったかくしてね。かわいい。一緒のこたつの同じ一角に入りたいわ。こたつってこうさ、四角形だからさ、あの、それぞれの面にさ、一人っていうシステムじゃん。でも俺とめぐるは、一面に二人だから。どう？そっちの方があったかいしな。二人でな。めぐるーなーに、足絡ませられないじゃん。かわいい。かわいそう。はじめはめぐるさんへ、この後夜までバイトなので応援ください。バイト頑張ってください。拳。いってらっしゃい。うわー、言われてーな。まあ、いつも言われてんだけどね、俺ね。市川市に住んでいた時に、ひななにちなんで、車のナンバーのを市川の177にしてた。え、すごいめちゃめちゃ適当。オタクに対するあれ、うまいね、みんなね。なんかよくわからん話をしてくるオタクに対して。すごい、花ほち。はじめめぐるさんへ、もうお昼ご飯食べましたか？まだだよ、みんな何食べたの？レンダ。飯レンダ。樋口まどかさんへ、起きたらもう1時でした。こういう日はどうすればいいですか？寝よう。わかるわ。もう寝んのが一番だからな。一日。樋口まどかさん、いつも応援しています。実はこれから就活が控えていて不安だらけなので、励ましのメッセージいただけたら嬉しいです。無限に頑張れます。寒いけどお体に気をつけてくださいね。先輩を励ますなどおこがましいですが、望んだ未来にたどり着けるように願っています。ファイトです。なんかちゃんとしてんな。プロデューサーにだけだな、厳しいのは。
ちゃんと不安にこんなまともなこと言って、オタクなんだから、オタクなんて気持ち悪い存在なんだから、働かない方がマシじゃないんですか？てか言いそうなのにな。働かないでください。社会の歯車の一つになって間接的に私にの目に映る可能性があるので働かないでください。部屋の隅に体育座りして埃と雨水だけ吸ってかろうじて生きててください。言いそうなのよな、窓か。毎日労働頑張ってる言われたいだけでは、私のことも褒めて。偉いけどたまにはお休みしてひなのことちゃんとチェックしないと。かわいい。うまいねこれ、ひなな。自分へ持っていくのがうまいわ。自分にボコボコにされてほしい。自分にこのお休みしてひなののことチェックしないとっていうのがなんかうまいわ。樋口さんへ、もう寝る時間なのにリップパが楽しくて寝られません。ひななって書いてないのにアイコンでひななが返してる。あ、ほんとだ、ゆあくまだからか。なるほどね、そういうところ見てんのか。ありがとうございます。でもそれは本当に寝た方がいい。何時？午後1時半に寝る時間なの？ブラジルかなんか在住なのかな、バイオナマコさんは。それかあれかな、夜勤。ジュリちゃんの元気で優しくてでも褒めると照れちゃうところとか。え、これ日本時間じゃないの？全部が大好きです。ジュリちゃんらしく頑張っているところが見たいから無理せず元気でいてください。そんな風に思ってもらってるのか。これからも私らしく元気に頑張るよ。それでもっと好きになってもらえたら嬉しい。めぐりちゃん、めぐりちゃんは納豆も好きなようですが、苦手な和食とかありますか？めぐりちゃんって納豆好きなの？俺めぐりちゃんのこと好きだから納豆も好きになんねえとな。あんま得意じゃないけど納豆。今まで食べた中ではないと思う。覚えてないだけかもだけど、わらわら。食べてみたらっていうのはいくつか出てくるかなって思ってるよ。笑い笑い。陽キャの使い方だね。わらわら。ジュリちゃんいつも元気をもらってます。ありがとう。翼は仲がいいと聞いたことがあるのですが、ホークラ以外にもジュリちゃんが一緒に遊びに行ったりするアイドルはいますか？教えてください。みんな仲いいと思うけど、寮のメンバーとかか？一緒に住んでるしな。これでもさ、ここでさ、変な余計なこと言えないからすごいよね。そのキャラクターの矛盾とかがさ、生まれそうでさ、余計なこと言えないから、すげえ大変そう。そうだよな。ね。この今までの言動とかと矛盾しないようにしっかり調整していかなきゃいけないから、まあ多分当たり障りのない質問ばっか返してるっていうのもあると思うけど、他のキャラに対することとかむずそうね。だからまああんまり名指しとかはしないんだろうな。中の人の辞書登録誤爆してしもネタワードの誤字で投稿し、いかやひななさんへ、今日のご飯、ご自分の可愛さに点数つけてるとしたら何点ですが、それって何点満点？おい、返事しろよ！何点満点が聞いてんのになんでリプライゼロなんだよ。ひななに対して返事しろ！聞いてんだから。質問で返してきてるんだから、ひななが。ちゆきへ、アイコンにあるちゆき牛丼は食べたことがありますか？わ？ドレッド？どういうこと？わ？ドレッドって何？ちゆき。アイコンにある、あ、この人のすごいな。ドレッはドレッド、くさ、ドレッドらしい、地域からしたら。めぐるちゃん、最近ずっと取りたかった資格の試験を合格することができました。めぐるちゃんに褒めてほしいです。すごい努力の結果だ、おめでとう、大変よく頑張りました。言われて、なんか頑張った時に。こじ開けちゃおうか。何進化してる？え？あ、ほんとだ。こじ開けちゃおうかなになってる。言われて、めぐるに褒められて。うわ、だから出た！おい。え、なぜ？わからないけどおめでとうございます。あなたの実力です。何の話なんだよ！なんか炎鉱の匂いな。何の話なんだよ、何があなたの実力なんだよ、なんか褒めてもらってる、いいな。なぜ疑問に思いながらも、あ、そういうこと。今からバイトだから自分のリップはここまでだ、みんな頑張ってね。画像付きだから、まあこれは
いってらっしゃい。これ見るの帰ってきてからかもしれないけど。うわぁ、嬉しいだろうな。ほんとは、ゆわくまだと、ひななが。ひなちゃんの明日のネイルの何色がいい、ひななちゃん明日のネイル何色がいいだろう。ネイルの色何色、何がいいだろうか。黄色。かわいい。かわいい。まどかさん、夜寝る前とか朝起きた時のルーティンはありますか？最近は結露を拭くこと一緒じゃねえかよ、俺とまどか。俺ん家に住んでくれじゃ。だってさ、この世でさ、結露を拭く人間が二人いる時点でさ、で、同じ時間に結露を拭いたらさ、その二人の分の時間が無駄になってるってことじゃん。だったら一緒に住んでさ、同じ窓を拭いた方が良くない？そうすればお互いの時間を無駄にしない。笑い笑って書いてるのオタクが曇ってるな。ちゆきさんへ弟へお年玉あげました？姉が求めてます。あげるよ、ちゆき。あげる、全財産俺の。パチンコ行こうや。わらわら。樋口まどかさん、休日はどんなことをして過ごしてますか？僕はというと、今日は6時間ぐらい昼寝を決め込んでいます。これは許されるでしょうか？ちなみに許されたいと思ってます。まあ許されたいと思ってるから言ってるんだろうな。怖、たまに怖いな。たまに出てくるな、まどかが。まどかがだんだん乗ってきたね。こんにちは。あゆきこがめちゃめちゃ悩む。聞きたいことがありすぎてなかなか一つに決められないね。これだけは伝えたいってことがありました。めぐるって本当にいい名前だね。何度も呼びたくなる。ありがとう。私も自分の名前大好き。いっぱい呼んでくれたら嬉しい。めぐる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 。西条ジリさんへ、いつも応援しています。西条さんが今年も活躍することを願って応援します。フレフレ西条さん、本当いつも応援もらしてもらってばっかりだなって思うよ。ありがとう。私からも応援の仕返しだ。フレフレ。かわいい。かわいすぎる。めぐるからのリップ編欲しいよ。うわあ、お待たせしました。ごめんね。真面目か。泣かないで笑ってほしいよ。なんていい子なんだ。気持ち悪いだけなのに、こんなやつ。こんな気持ち悪いだけのやつにもこんな優しく対応してあげるなんて。ああ、笑っててほしいよ。にちゃ。ちゆき、今年一番最初に嗅いだ匂いって、どんなものだったか覚えてますか？ん？俺はちゆきの匂いだったかな？確か。で、ちゆきも俺の匂いだと思う。同じ布団で、年越ししてたからね。質問が気持ち悪い。24時0秒ってことですよね。なんで、ゼロ、全角なの、ちゆき。気になるよ、ちゆき。なんでゼロだけ全角なんだよ。23時50分ぐらいに茹で上がったお蕎麦の匂いでいっぱいでした。去年が終わってない。こじ開ける。なんか、ハッシュタグ使い方上手だね、ちゆきね。現代人みたいな。ハッシュタグ。多くね？飽きた。どこで見た？これか。めぐるちゃんへ友達に誕生日プレゼントを買おうと思ってます。そりゃリプサットをするだろ。そうか、こんなすごい、こんな返してたんだね。手袋と靴のどっちがいいと思いますか？なんか靴の方が単価高そうだから俺は靴がいいです。読み上げなしで眺めていけば。あー、それで気になったやつだけピックアップしていったらいいかな。お友達がつけてるとか想像してみて一緒にお出かけしたいなって思う方はどうかな。君が選んだの方が喜んでくれると思う。なんていい子なんだ、めぐる。最近予約のポーチを買ったんですけど、もったいなくて使いません。ひなちゃんなら何に使いますか？使わない方がもったいないよ。うわ、その考え方俺にはないわ。使わない方がもったいないの考え方ない。なんか好きなものはやっぱ取っておきたい派だから俺。朝日帰ってきたよ。朝日さん、雪だるまどうぞ。どうやってもらいますか？かわいい。朝日さんに質問です。海か山どちらに行きたいですか？なんで知りたいんですか？朝日始まってから2時間ぐらい行方不明だった。朝日さんへ、最近拾った石を教えてください。なんで知ってるんですか？好きな信号機の色を教えてください。なんで知りたいんですか？疑問がすげえ、朝日の。なんで俺キモ？生きてますか？マジレスの嵐。これ何？キモ。質問に質問を返すな。グロ画像かと思った。
ひななちゃん、最近食べたもので美味しかったのは何ですか？カニ、カニ食べたと言ってたもんな。おい、誘惑魔なのに千雪に質問してるじゃねえか。千雪さんと同じ年なんですが、全然千雪さんみたいになれてないです。どうしたらそんな素敵な大人の女性になれますか？え、女の子らしい。おい、出会おうかな、俺このこと。千雪さんで22とかだっけ？出会うべ、みんな。22、3の女の子らしい。特定した。もしかしてもう素敵な大人の女性だったり、もしかして素敵な大人の女性になりたいわけじゃなかったり、そんな可能性もあったりしません？私も憧ればっかり多くて。23だった。20超えには興味ない。だからゆっくり一緒に考えていきましょう。大人の時間はきっととっても長いから、こじ開ける。何をこじ開けようとしてんの、さっきから。ハチミヤって呼んでもいい？いいよ。ちょっと同級生みたいだね。わー、いいてー。めぐるの同級生になってハチミヤって呼びてー。で、距離がちょっと近づいてきてめぐるって言いてー。許せねえ。くー、ハチミヤって呼んでもいい？ぼーぼーちゃんが、ぼーちゃんそういう感じ、結構あれなんだろうな、多分 VTuber とかにスパチャしてんだろうな、ぼーちゃん。そんな気がしてきたわ。坊ちゃんのこと考えたら。VTuber とかにスパチャしてそう。坊幼稚園児のくせに。ちみやさん、元気な秘訣を教えてください。大好きって、大好きなみんながいてくれてること。坊ちゃんは、溺れた時にミサイと叫ぶ。大好きって思ってたら元気になっちゃうし、ニコニコしちゃう。かわいい。クソ眠くなってきた。リップは帰ってこなくても楽しくて嬉しい企画だったし、だった、幸せだね。またやってほしいなって伝えといて、今度こそ仕事行ってきます。ひななしか勝たん。勝たんしかひなな。何勝たんしかひななって。かわいい。長い。すげえ！こんな、こんなに変身してたの？なんかこういう企画にしては変身しすぎじゃない？7時半ぐらいまでやってた気がする。やば。川口もリプしてもらえただろうに。川口もやってよ。俺もリプパする？川口リプパ。川口リプパする？で、通常運転に戻ると。やべ、超眠くなってきた。もう大体もうこの時間になったら眠くなっちゃう。デレステの無料充電しよう。絵描けねえよ。明日起きたらにしようかな。絵は。まあ、あと色塗るだけなんだけどね。アイドルマスターシンデレラ。音でかくない？てててててんてて。今日こそ当てるわ。限定 SSR。今日のログ。行きます。南引きます。南！ゲゲゲゲゲゲゲ！お、あ、いいロード、めっちゃいいロード。ありがとうございます。聞いちゃいます。限定。今回の限定みんな可愛いから本当にみんな来てほしい。いきます。3枚。3枚あります。いきます。ゲイ！はい！え、2枚ある！え、え、え、2枚ある！やばい！ 2 枚抜き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 ！2枚抜き頼む、風花さん。連れてきてくれ。いけ！だっ！うん！フレちゃん！持ってないんだ、俺。え？俺、フレちゃんのこの、これ1周目だよね、確かね。あの、黒い衣装のやつじゃないの。
俺持ってないんだ。はあ。意外。ね。俺持ってると思ってた。でもあと1枚あるから大丈夫。限定いい。限定いい。いけ。リカちゃんが連れてきてくれるはず。リカちゃんも限定だから。うん。おお、チエリー。やるじゃん。やった。このチエリめっちゃ可愛いんだよね。スカートバカ短い。このチエリスカートバカ短いからいいんだよ。リカちゃんめっちゃ出る。やった、めっちゃ嬉しい。なんならチエリが一番欲しかったかまである。いいの2枚も出ちゃった。嬉しい。なんならクリスマス月と合わせればスコアが。へん、クリスマスうずき？ん？クリスマスうずきってなんだ？ん？中期見よ。でも中期まだ 2曲目入ってないよね。俺の好きなチェリーメリーチェリーまだ入ってない。中期。中期中。中期って言った俺今。チエリナ？なめんなよ。あんまり俺を。チエリと中期を間違えるはずがねえだろ。生まれたての。2回とも中期って。なんかねえかな。中期メリー中期。なんかあったっけ？良さそうな曲。和装が似合う。やべ、超眠い。ないな。ズキズキスタントン。もう確か風色メロディーで見るか。生まれたてのほほえみ。おい、来たぞちゆき。ドキドキしますけど怖くありません。私今歌いたいんです。成長したなちゆきも。またちゆき言っててくさ。あれちゆきって言った。ちえりな。もう眠くて。これかわいい。かわいいこの衣装。ちょっとエッチだね。なんか肩とか出てるし、スカート短いし。ちえりすげえ、マジで眠くて今日絵描くのやめよっか。明日にしよっか。ダメだもん、眠いや。チエリ見よったら寝よ。そんな眠い。マジで。溶ける。しかもこんな。明日も眠いだろ。聞き心地のいいチエリ。聞かされた日にはもうおしまいだわ。いや、今日眠かったからさ、もうエイペックスの大会。エイペックスの大会、クソ面白くなかったか？みんな見た？超絶エイペックス。もうなんか意味わかんなかった、みんな強すぎて。他人のアフェクスに興味ない。あ、本当に。超面白かった、みんな本当超強くて。何もわかんなかった。バスの隙間にスライディングで入り込むユリースは見た。あれマジうまかったよな。てかユリースマジうまい、クソ強い。よいしょよいしょ。
うん、かわいい、嬉しい、チエリ、ありがとう、来てくれて。めっちゃ嬉しい。いや、こちらこそありがとうございました。いや、俺も本当ニコ生で配信者の やれてよかったです。ありがとう、チエリ。チエリメリチエリ、まるで夢みたい、大好きな場所、大好きなあなたと、チェリーメリーチェリー、伝えたいですか、本当は大好きな気持ち、あなただけに、チェリーメリー、チェリー、ルンデ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 ン。見て、今日も書き直した。可愛くね？何回俺書いたのっていう。これヒゲヒなんでしょ。これなんかあんま可愛くなかったヒなんでしょ。何回書き直すのっていう。で今日やっと3回目で。で父がでけえ。なんでヒゲつけたの。なんか汚れちゃってさ。すげえ大変だったわ。これだから本当は色塗りたいんだけど、もう眠いわ今日。ダメだ。俺アナログもいけるな。明日競馬は？明日競馬やろうかな。見ようかなとは思ってる。だからまあ明日昼ぐらいから配信、明日なんもねえから、昼ぐらいからまあこれ塗りながら競馬見ようかなって思ってるんで。一応ね、わかんない。予定だから、あくまで。まあでも成人式も行かなきゃいけないし。まあちょっと考えておこうかなっていう。ところではありますね。じゃあもしね、この、まだあとね、色紙9枚ぐらいあるから、俺の色紙、直筆のサイン色紙欲しい人がいたら、ブーストしてくれたらおまけします。んじゃ、今日寝ますね。ただ、納期は1ヶ月です。もう、買っていただいてから1ヶ月経ちました。すいません、本当に。誠にごめんなさい。おやす。明日完成させますので。明日発送しますので。もう無料であげろよ。もうしばらくお待ちください。はよ描いたれ。頑張ったからさ。3枚、もう3枚送ろうかな。このぐちゃぐちゃに汚れた方もせっかくだったらぐちゃぐちゃに汚れた方も送ろうかななんてね。じゃあお疲れ様でした。めっちゃ眠いわ今日。もうこのぐらいの時間に眠くなるのすげえあれね。なんか健康でいいわ。健康でやっぱ昼夜逆転しちゃうとパチンコ文字にいけねえからな。これぐらいの時間に寝るのが一番ですわ。じゃあまたね。みんな楽しかったです。ありがとうございました。来てくれて一緒にコミ見れてよかった。シャニのコミいいね。また見たいわ。ちょっとまた見ようね。んじゃ、おつー。また明日ねん。おつ。チュ、みんなチュー。